こんにちは、石川です。ですね、こちらの家は1000万円台で作ったローコストの家なんですけれども、中庭が中にありまして、外側はすごくシンプルなデザインのようにまとめています。でこの部分が玄関なんですけれども、このレベルの上に中2階があって、ここの部分も中2階の部分も玄関と同じ、扉でデザインしています。でこちら の家の方は、木箱に住む家っていうタイトルなんですが、こういう風な家型のボリュームの大きな家型の中に、木造のこういう箱が入ってまして、こちらが寝室で、この辺がキッチンで、まあ、お風呂も奥にあるんですが、これが全て開いたり閉まったりすることでリビングとのつながりが変化するようになっています。こちらはですね、中庭のある中庭のある世帯住宅で、まあ、こういうような形になって、ここは共通の玄関になっています。でこちらは子世帯で、こちらは親世帯で、これは小さなゲストハウスがあるような形になっています。で真ん中に中庭があるんですけれども、そこに向かってそれぞれの家のリビングが対面するような形になっていて、家族2つの家族が、ちょうどいい距離で暮らせるような家の設計になっています。